アーペル・ハンス・エイベルハルト・アーペルは、西ドイツの政治家。所属政党はドイツ社会民主党。ビリーブラント政権では、外務政務次官を務め、ヘルムート・シュミット政権下では、財務省、国防省をそれぞれ務めた。ハンブルクに生まれる。1951年にアビトゥーアに合格して、ハンブルクのギムナジウムを卒業後、ハンブルクで貿易取引の修行を終了。 1954年からハンブルク大学で経済学を専攻し、1960年に政治学博士号を取得した。1956年に結婚し二次を設ける。1958年から1961年までストラスブールにある欧州議会で欧州社会討議員団の秘書を務める。1962年から 欧州議会に勤務し、経済及び財政部長及び交通政策部長を務めた。1955年にドイツ社会民主党に入党。1965年、ドイツ連邦議会に初当選し、以後1990年まで議席を維持した。同時に1965年から1970年まで欧州議会議員を兼任した。 1969年から1972年まで、党の連邦議会議員団副団長。1970年に、党連邦代表委員会入り。1969年から1972年まで、連邦議会交通、郵政通信委員会委員長。1978年党大会でのアーペル1972年、外務政務次官に就任。 1974年、財務省として、ヘルムート・シュミット内閣に初入閣。1978年2月の内閣改造に、共内国防省に転じる。シュミット内閣が倒閣された1982年10月に、大臣職を離れた。1983年に、東連邦議会議員団副団長に復帰。1984年から1986年まで、 党連邦執行部に属した。1985年のベルリン市議会選挙の際、スピードの市長候補として立候補したが、現職のエーベルハルト・ディープゲ市長を率いるドイツキリスト教民主同盟に敗れた。1990年に連邦議会から離れ、政界を引退した。1993年にロストック、大学経済学部で名誉教授。 ルッター派内の保守派であるアーペルは、ドイツ福音主義協会における上記を一した、現代主義的信仰を批判した、国民なき国民協会を2003年に出版。それによって、聖書と信仰告白における教会的、集団バイエルン支部によって設けられたワルター・キュネット、賞を2004年に授与された。ワルター・キュネットは、保守的なエアラン弦学派の代表的進学者であった。 アーペル自身は1999年において、ドイツ福音主義協会に属している、ノルトエルビエン福音ルター派協会から離脱し、保守的信仰を守る独立福音ルター派協会に加入していた。2008年にはアーペルを受け入化したと批判した反、ネオナチ団体の代表を名誉毀損で告発したが、審議入り直前に取り下げた。2009年には、 同性愛者の権利拡大に反対する声明に署名している。2011年9月7日、死去。79歳没。ハンス・アー・ペル・イスト・トースター2011年9月7日。ありがとうございます。